株式会社ニューギンは日本のパチンコパチスロメーカーである。1968年創立。本社は愛知県名古屋市中村区カラス森町に所在する。研究開発部は名古屋市中村区カラス森町と東京都中央区日本橋かやば町。キャッチフレーズは遊びに真面目。2002年頃から新機種リリースのペースがアップし2006年は 過去最多の14機種がリリースされた。2007年にはパチスロに参入した。2004年頃の機種では、タッチセンサーにより無駄なリーチ演出が省けるスキップ機能を搭載して、話題となったが、その直後に搭載が禁止されたこともあり、それ以降の機種では、チャンスボタン代わりとしてのタッチセンサーが搭載されていた。なお現在の機種では、タッチセンサーは廃止され、 通常のチャンスボタンが搭載されている。潜伏格片や小当たりを併用しつつ、潜伏格片の期待感を煽る、モード移行システムを積極的に導入。CR 花のケージの大ヒットで、大手メーカーの一角に登り詰めるとともに、モード移行システムはパチンコ業界全体に広まった。芸能人とのタイアップ機においてタイアップした。 芸能人とは関連性の薄い世界観と組み合わせた機種を複数リリースしている。ニューギンのパチンコ台には伝統的に7セグによる小級残数カウンターが大右下に搭載されており玉詰まりしているかどうかなどが判別しやすくなっている。メーカー直営のホールとして名古屋市中川区にパーラーニ銀ーギン、愛知県津島市にパーラー EX の2店舗を置く。 開発部署が東京と名古屋の2カ所に分かれている。2021年コロナ対策として玄関口に自動検温センサーを設置。マスコットキャラクターはスモモちゃん。初登場は1995年発表のミルキーバーで後継の CR ワイドミルキー、CR ハイパーミルキーにも登場している。このか、CR 超回、CR 超撃回、 CR 海底少年マリン、CR 怪獣、ブースカサバンナ編にもメインキャラクターとして出演している。出展、パチンコ機種情報、機種インデックス出展、パチスロ機種情報ただし、公式 HP での説明上、入銀販売及びエキサイトは、兄弟会社の扱いで、それ以外は全て系列企業の扱いとなっている。荒井雄二代表取締役は、 選挙区選出の赤松広高議員に年間百万円の議員献金を行っている。二千十七年四月改編での提供番組話。し。二千四年に開始された常識を超えた言動や行動で話題になった著名人を男女各一名表彰するコンテスト。契機は戦国時代に流行した社会風潮の言葉、歌舞伎者から引用し常識を超えた言動や 行動や大きなチャレンジや決断でなお驚かせることを指している。ありがとうございます。